NMB448、渡辺美美幸が、自身の Google プラスで25日、HKT48、指原莉乃との、LINE のやり取りを、公開し反響を呼んでいる。渡辺は、指原に、甘えてもいい?とスタンプを送ったが、キモすぎ、と、返され、さらに、会いたいな、と呼びかけたものの、やめろ、と、冷たく拒否されている LINE の、キャプチャー画像を掲載した。これに対して渡辺本人は、指原さん絵文字、笑い、と、コメントしており、全く意に返していない様子だ。このやり取りに対してネット上では、サッシーにキモいって言われてれるやんダブル、指原さんさすがにバッサリねダブル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 、すっげー冷めてるダブル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 、などの声が、寄せられている。また渡辺は、NMB48、山本彩に、男らしい、とスタンプを、送ったが、悪口言われているのはニュアンスでわかるぞ、と、返されたやり取りも公開している。